アダム・ヤングは、アメリカ合衆国の作曲家、音楽家、マルチプレイヤー、プロデューサー。ソロプロジェクト、アウルシティの名で、最もよく知られる。ミネソタ州、オアトナ生まれ。初期は地元で幼馴染みとバンド活動をしたり、ソロで楽曲を制作して p u r e v o l u m e c o m やマイスプイスで配信していた。2007年8月に、アウルシティとしては、 初めての制作物である EP、o ブ j ュ n ン、翌年2008年3月にアルバム、Maybe, i ア m Dreaming を配信して人気を博した。2009年、Universal Republic Records と契約。自身2枚目のフルアルバム、Ocean Eyes をリリースした。シングルカットされた、Fireflies が全世界で1200万枚を売り上げ、世界23カ国でチャート1位を獲得。 一気にブレイクした。日本ではその少し前に EP、初アルバムも発売された。アウルシティとして2010年秋に初来日、2011年秋には来日単独ツアーを行い、以降2012年から2018年の間に複数来日した。その中では、富士ロックフェスティバルや、世界の終わりのコンサート、AGI カンフージェネレーション主催のロックフェス。 ナノ無限に参加したり、世界の終わりとコラボした歌を複数作曲、プロデュースしたり、日本限定アルバムを発売したりと日本と関わりの、ある活動も多く行っている。最も名の知られた、アウルシティ以外にも、アコースティックシンセポップジャンルの、スカイセーリング、アンビエント、実験音楽ジャンルの、ポートブルー、映画サウンドトラックジャンルの、アダンアングスコアーズなど、 複数の名義で活動している。なお、カラーセラピーの名前でもアルバムを発売していて、それは、米音楽著作権管理団体のホームページ上で、アダム・ヤングが制作者と記されており、非公式であるが確定されている。すべての楽曲は、MacOS 用の音楽制作ソフトロジックで制作している。不眠症気味で、眠れずに夜起きている時に、曲のアイデアがよく浮かぶという。 写真が好きで、アマチュアフォートグラファーとしてのウェブサイトも持っている。熱心なキリスト教徒で、夜寝る前に、聖書の一節を唱える祈りは欠かさない。アスキャブ、AGE レパートリー、パフォーマーサーチカラーセラピー、ザ・テクニカラーフェーズ、アン、インタビューウィズ・アウルシティ、ハット・アウルシティ・スター・アダン・ヤング、スリープ・ディソーダー・ヘルプド・ミー・クリエイト・スマッシュ・ヒット、ファイアーフライズ。ありがとうございます。